見える会館メルマガ、こんにちは。一般社団法人会館 GP の村松大輔です。今日はですね、許すっていうことなんですけども、愛とは許しですよってよく言うんですが、この許すっていうことが、なかなかこうね、もうすっごいいろいろされちゃった人に対して許しなさいって言っても、どうしても許せない時があると。その時に許さなきゃ許すと楽ですよとかですね、愛とは許しですよって言うんですが、その時にどうすればいいかと。で、この許せないって思った時にですね、振動数を高めていくというところの話に入りたいと思います。では、画面の共有です。許せない。っていう時にですね、この波動上昇、波動上昇というよりも振動数の上昇なんですけども、どうすればいいかというところですね。許せないっていう人をですね、この許してあげなさい。愛とは許しですよってこう言うんですが、なかなかこのどうしても許せない人でいることに対して許せないとなんか自分がダメだとかっていうふうに思ってしまうんですが、どうしようという時にですね、この許せないっていう感情を認めないで、許せないって持ってちゃダメなんだみたいに、この封印とかですね、無視したまんま許しなさいというふうに言われてもですね、どういうことかというと、体の中にフォトンがですね、いっぱい、10の何十兆粒もあるんですが、分かりやすいように3000とかっていうすると、この3000粒自分の中に許さないフォトンありますと。で、2000粒がね、ねばならない、愛さなければならないとかですね、許す。ってしなきゃいけないとかで、2000粒が笑顔とかですね、3000粒が幸せみたいにあった時に、この許さないフォトンがあることを認めずにですね、許さないってダメなんだ、許さなきゃダメだと、許さなければならないで、許さないは持ってちゃダメだと、許さないフォトンを封印すると、その許さないフォトンを認めないままずっと体の中に残ってます。で、また許さないが出てきたときに、それを思っちゃダメだってこう封印していくと、この3000粒が4000粒、5000粒ってこう数が増えちゃうんですね。それでどんどん苦しくなっていくと。だからどうしようとしたらですね、例えばですよ、この話が変わって、悪いことをした子がいました。子供だったり、生徒だったり、職場の人だったり、その悪い子にですね、あんた悪いことしたからダメだと。あなたのいいところしか認めませんってなったら、その悪い子ちゃんは、社長さんだったり、あなたがいたときにですね、この癒されるかなと。で、愛をもらったかなって感じるかと。で、その子の振動数が上がるかなと。悪い子をした子が、いいところしか認めませんって言って、悪いことをしたことはダメですよっていうふうにダメ出しをされたら、その子が癒されるかなとか、振動数上がるかなというと、どうかなというと、その悪いことをした子がですね、愛されてるな、あなたから愛されてるなって感じるのは、何かあったの、どうしたのってこう聞いてもらったりとか、そういうことあるよねと。でも、そもそもあなたの存在が素晴らしいんだよというふうに、自分自身の根源の存在価値をこう認めてもらったときに、愛をもらったと感じると。同じようにですね、この悪い子ちゃんみたいな感じが、自分の中の許さないフォトンっていうのは悪い子ちゃんだとしますと。で、その悪い子ちゃんの許さないフォトンが自分の本体から認めてもらわないと、どんどん悪化していきますと。不良少年になっていくみたいに、この許さないフォトン君がどんどん暴れてきますと。でも、認めてもらえると。そうすると、愛をかけてもらえる感じです。で、愛をかけるイコール、自分の許さないフォトンに対して自分が、そういう感情あったよねと。許さないっていう感情を持ってるよねっていうふうに自分の存在を認めてもらうと、振動数高い波がかかるので、許さないフォトンの振動数が上がります。そうすると、許さないっていうフォトンが実は振動数が上がって、で、許さないが消えるんですね。つまり、どうすればいいかと言ったら、許さないフォトン君に高い波をかける方法は、私ってまだこの許さないって感情あったんだ。あの人のこと許してなかったんだ。っていうふうに、自分がこの許せないを持っていたということにただ気づくだけで OK だと。気づくだけで自分の悪い子ちゃんを認めるっていうようなことをするので、認めるイコール振動数の高い波をかけるから、許さないフォトンの振動数が上がりますということです。で、やりがちな悪化していくパターンは、じゃあ許さないを感じるって言ったときに、悪化するパターンはですね、あの人あんなこともして、こんなことも、私がこんな苦しいのも、あの人がせいだみたいに、だからもう絶対許さないんだっていうふうに感じるのを許さないを外側のせいにしてですね、外側にこう許さないってこう向けると、外側にフォトン飛ばすので、どんどん自分から周りのフィールドを許さないだらけにしちゃいます。そういう海にしちゃいます。良くなっていく、振動数が高まっていくパターンは、外側に向けるんじゃなくて、私って許さない感情を持ってるわと。こんだけあの人のことを許してなかったんだ。で、自分の内側に向かうんですね。この許さないを持ってちゃダメだじゃなくて、で、許してあげなきゃいけないなんて言っても、すごい苦しいので、無理なので、こんだけ許さないって持ってるわ。それで大丈夫です。で、感じてあげると、自分が自分の感情を認める、OK ですよっていう風に出すので、OK を出せるぐらいの愛をかけてるので、許さないフォトンの振動数が上がります。なので、まとめるとですね、許さない人を許しなさいって言っても難しいし、自分の感情に正直じゃないので、許せないっていう感情を私が持ってたんだっていう風に感情を感じてあげる、OK を出すことで高い周波数をかけてるから振動数が高まっていきますっていう風に、ぜひご自身の許せないフォトンを認めると、許せないって持ってるんだなっていう風に内側に向かってですね、その持ってるフォトンに対して自分が認めるとっていう風にしてあげると、他にも例えば周りで許せないで苦しんでる方に対しても、その人許さなきゃダメだよってこうアドバイスじゃなくって、そういうのあるよねっていう風に認めるっていう風にできるので、そのね、この周りにいる許せないっていう人がいたという、許せないっていつも文句言ってる人がいたとしても、その人に対してもあなたからそういうのもあるよねっていう風に認める周波数がかかると、その方々もどんどん上がっていきます。ぜひこの許さないことを許すっていうよりも、許すのはなかなかレベルが高いので、そうよりも自分自身が許せないって持ってるんだなって感じていっていただければと思います。そうやって皆さんの心はですね、どんどん振動数が高くなっていくと、自然と内側のゼロポイントフィールド側が溢れやすくなって、ゼロポイントフィールドがどんどんこう素敵なつながりをいただくとか、愛感謝をいただくとか、周りの方々にも愛感謝を湧き上がらせるとかいう形になっていきます。そうやって皆さんがですね、素晴らしい人生を歩んでいっていただければと思います。関連動画はですね、こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。